今回のバウアー先生は近代化の極みとも思えるような思想家なんですねその思想はフニャフニャしてないですよガッチガチですよはいブルーノ・バウアー先生はドイツの哲学者進学者歴史学者ですねかの大哲学者ヘーゲル先生から絶賛されたっていうごっつい才能の持ち主で実際にヘーゲル哲学を完成させたと言われるほどの人なんですねそれでは早速ですが今回は。 ヘーゲルの現象学、疎外としての神、宗教とは、キリスト教徒、その他の話をさせていただきます。まずですね、バウアー先生の哲学は、ヘーゲル先生の哲学がベースとなっておりますので、ヘーゲル先生の現象学について触れておきます。真なるものは実体としてではなく、主体としても把握されねばならぬこと、あるいは実体は本質的に主体であることを論じ、 つまりですね、実体というのは様々に変化していくものの根底にあって持続的だと考えられるもの、主体というのは行為作用を他に及ぼすもののことですね。ということで、実体は主体であり、主体は実体であるって言ってるんですね。真なるもの、絶対者を直接的な実体、即時的な普遍として捉えるだけでなく、自己展開を通して己を完成する全体として、ここでヘーゲル先生が言ってるのは、 普遍的な絶対者、つまり神的なものは、なんと自分だって言ってるんですよ。この動画を見てくださっている皆様もお気づきの通り、ヘーゲル哲学は極めて宗教的なんですよ。そのことはバウアー先生も当然認められてまして、ヘーゲル哲学のことを非教的だって言われてるんですね。でもバウアー先生は無心論者です。もう少しヘーゲル先生の現象学について触れておきますと、 すなわち自己を対峙的に限定しつつ、かつ自己自身のうちに反省的に喚起する普遍的実態として把握すべきことを交渉したというんですよね。つまり、対峙的に限定しつつというのは、他のものを自己に取り込みながら自己と向き合い、かつ普遍的実態として把握すべきというのは、自分が神的存在であるということの悟りを目指せって言ってるんですね。 とりあえずここまでのことをまとめますと、実体とは精神であり主体であり人間であり自己意識のことを指してます。これが到達した高みが現れるのが共同体であったり人臨だっていうことなんですよ。そしてこれら共同体や人臨も本質的には実体精神主体人間自己意識と同じものになります。ということで当然神もこの中に入ってくるんですね。 簡単に言ったら、すべてが一つ。一つがすべて。そういう思想なんですね。いや、これすごくないですかこんな大風呂式をですね、畳んだんですよ、このバウアー先生でし人は。どうやって畳むんですか、こんなもん。それを畳んだんですよ、この天才は。それを見ていきましょう。それではですね、この長男門の核心である神についてもうズバリいきますと、バウアー先生は、 神というのは疎外なんだって言うんですよ。疎外というのは、もともとは人間が作ったものであるにもかかわらず、そのコントロールを完全に失い、逆に人間が支配されるようなもののことですね。宗教にあっては、普遍的本質は神として人間に対立して現れ、したがって自己意識の行為は自己意識の受動性として他者の行為として現れるって言うんですよ。つまり、自分が作った神が、 他人の顔をして自分の目の前に現れるって言ってるんですね。人間は人間としては自然の産物では決してなく、人間自身が自由に形成するものである。だから人間の本質が知られ発見されることにいずれはなるとしても、まずはかかる本質を人間は阻害せざるを得なかった。このようにして歴史の展開において自己自身と矛盾するに至ることもまた人間の本性にして定めではあったのだ、と言われるんですよ。 つまりですね、愛なる神を作った。それは素晴らしい発明だったし、進歩だったんだけれども、自分の現状とあまりにかけ離れているがために、阻害せざるを得なかったんだっていうことですよね。でもその矛盾こそが進歩であり、進化そのものであったっていうことですよね。それでは次に、先生は宗教もバッサリと切りますが、お断りしておきますけど、私がそう思ってるわけじゃないですからね。先生がそう思ったっていうことなんですよ。宗教とは、 本質にまで高められた人間の恐怖及び精神の貧困、空虚であり、世界の本質として直感された世界の不幸なのだ。あのですね、人々の救済を目的としない宗教はないって言われてますが、その裏にはこういった事情もあったのかもしれないんですよね。特にキリスト教は古代国家の没落に際して世界や歴史そのものに古代が感じ取った献奇、絶望の念を表現した幻想なのだ。 宗教的疎外は結局のところ自己意識の限界性に未完成に根拠を持つことになるだろう。宗教は人間の未成熟の客体化された表現に過ぎず、つまりは人間が己の本質をなお自己自身のうちに発見しておらず、したがって疎遠な存在として考えずにはおられなかった。その限りで宗教は世界の不完全さの表現であり、完成された宗教たるキリスト教は世界の完成された不幸なのであるって言われるんですね。 それでは次に、先生のキリスト教徒に対する意見なんですけど、まあ当時も大騒ぎになったと思いますけど、現代でも100%炎上しますね。キリスト教徒は、己の魂のために類を否定し、すべての現世的諸関係と人類の普遍的利害とから身を避け、人間を初めて人間たらしめるごとき諸関係をも蔑視し、放棄しなければならないとされるっていうんですね。 また、キリスト教徒はあらゆる人間的目的を犠牲にし、自己愛を否定する。だが、もはや人間を宗教的悲願につなぎ止めることなく、人間を人間そのものにいたらしめ、人間を人間と合一しようと、かくして人間の合一のなった共同性が人倫であろう。普遍的自己意識はかかる人倫を己の現実として形成しなければならないのである、て言われるんですね。それでは最後に、疎外の完成です。 キリスト教は人間を人間そのものとして阻害することによって最も深い阻害を完成し、かくして阻害の下で自己意識をも完成した。キリスト教は人類を自然的精神から最終的に解放したが、この解放は偉大な人倫的利害からの自由、世界や人間関係、歴史からの阻害。学問、芸術からの離反、自己愛と人類の価値の否定。 人間のののの内容そのものの空虚化であったでもですねキリスト教はたとえ宗教的形態であろうとつまり神として人間の本質の普遍的概念を内包しているだからキリスト教は非人間性の極みであるとともに純粋かつ無制約的な人間性の宗教的表彰に他ならないキリスト教は矛盾そのものであるって言われるんですねいやーどうですか 真偽の程は置いときますが、カミソリの切れ味ですよね。ということで今回は、ブルーノ・バウアー先生のヘーゲル哲学の終着点、自己意識の哲学でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。